聖書はすべての霊感を受けて書かれたもので、人を教え、戒め、矯正し、義に基づいて訓練するために言うべきです。テモテへの手紙に3章16節。旧約聖書はヘブライ語で記されており、わずかな部分のみアラム語で書かれています。イスラエル民族はカナンの地に定住してからヘブライ語を使うようになりました。しかしバビロン捕囚の影響によりイスラエル民族にアラム語が浸透していき、アラム語が日常語として用いられるようになりました。紀元前4世紀にアレクサンドロス大王の遠征によりギリシア語が地中海全体に普及し、国際的な共通語として使われるようになりました。そのため新約聖書はギリシア語で記されました。現在聖書の原本は残っておらず、写本を用いて様々な言語に聖書が翻訳されていきました。変わらない神様の御言葉が聖書に記され、たくさんの翻訳者の働きによって私たちにまで受け継がれた恵みに感謝します。